What's up, プレゼンジェンツ、どうも皆さん、バンチャーテッドマーキュリーです。ヒットマン3、究極縛りシリーズ、今回はイタリアボーナスミッションパート2ランドスナイでやっていきたいと思います。さあ、前回がボーナスミッションパート1 The Icon だったので、今回はパート2、イタリアの主張がターゲットですね。これ堂々と見つかってますけど、何の問題もありません。一応サイレントアサシン取れてない感じになってるんですが、今から監視カメラを無力化していきます。で、監視カメラを無力化する方法なんですけども、まあ、鍵かかってるんですよ。で、バールでこじ開ける必要があるので、まあ、この辺にあるね、コインを片っ端から取ってもらって、で、バール取って、で、コインを落としてください。これ目の前にね、掃除のおじいちゃんがいるんですよ。で、その掃除のおじいちゃんが邪魔なので、コインを置いて姿見せて避ける。扉が内側に開くはずです。で、コインを一つ拾い終わったら2つ目、2つ目拾い終わったら3つ目と、まあ、時間をある程度稼ぐことができるので、この間に、目の前にある監視カメラの部屋ですね、監視カメラのでモニタールームに入って、扉こじ開けてガチャ、カメラを無力化。これね、コイン1枚2枚だけだったら間に合わないので、必ず3枚全部落としてください。もうどちらにせよ使わないからね。あ、今回待ち時間が非常に長いミッションになってます。大体12分15分ぐらいかかるんですけど、15分のうちに多分半分以上待ってるだけなんで全部スキップでいきますけど、はい、まずこれ待ち時間パート1ですね。とりあえずアッピアティが来るまですることないので、アッピアティが来るまでまずスキップしたいというふうに思います。アッピアティ来ました。で、彼が来るとまっすぐ行って、で、右側のやつがね、どっか行ったことを確認してからピアノを弾きます。じゃーん。で、これで、どうなるかっていうと、教会のおじいちゃんが降りてきて、今からマルコ、アビアティと会話するんですよね。おーみたいな、友よみたいな感じで、で、その後ターゲットと、おじいちゃんは一番上の階まで行きます。教会のね、一番上の階に行って、まあ、外なんですけど、そこでね、なんとターゲットが教会のおじいちゃんを暗殺してしまいます。もうお前は殺してやるっつって、要するに2人が密会、1人を突き落とすってことは、もう1人が無防備な状態になるので、そこを狙ってファイバーワイヤーで暗殺します。で、今回究極縛りシリーズ改良編ね、詳しい締まりの内容に関しましては概要欄の方を見てください。まあ適当に会話を聞いてもいいですし、もう会話聞くのめんどくさかったら言ってもいいしね、まあ、特に問題ありません。そのどのタイミングで行くかとか全然関係ないんで、もう好きなタイミングで出てください。あんまり遅いとね、意味ないんですけど。で、すぐ左ですね。これ、まあ、監視カメラ先切ったんで、もう表示されていません。で、なんで青色の光が出てるかっていうと、これはボーナスミッションなんで、難易度マスターが、まあ、言えば選べない状態なんですよ。難易度プロフェッショナルしか、プロフェッショナルというか、まあ、一つの固定難易度なんで、難易度マスターってそういうものがそもそも存在しないんですよね。なんで、監視カメラの青色の光が表示されてたっていうのはそういうことです。難易度カジュアルだったら、そもそもないんで、監視カメラが表示されませんし、で、難易度マスターだったら、青色の光は表示されません、出ないので、まあ、おそらく難易度プロフェッショナルなんでしょうね、固定難易度がね。で、ここで、まあ、それはどうすることもできません。そもそもマスター難易度がないんでね。前回のアイコンに関しても一緒です。で、ここで、まあ、ちょっと景色でも楽しみながら、あとはもう待ってるだけなんですよ。で、そのうち、下からターゲットと、人が上がってくるので、それが来るまでとりあえずもうスキップしたいと思います。さあ、犯行の瞬間までもうすぐ見届けようじゃないか。ほい。でもボディを置いておいてもらって大丈夫です。変に上からその屋根のところに投げるとかしない方がいいです。それする方が見つかるんで、もう上置いておいてください。発見されることは永遠にありません。あと脱出するだけです。ご視聴ありがとうございました。次回、メインミッション、モロッコ・マラケシュ、やっていきたいというふうに思います。
それではまた会いましょう。 See you next time. Peace out. Work 47. The money has been wired to your account.